こちらのお車についてお伺いしたいんですけれども、はいえっと、2002年の,あのパジャロのスーパープロダクション仕様なんですね。はい、なんですけれども、えっと、見た感じはかなり市販車に近いなと思うんですけれどもそうですねまあこの車はねあの市販車の全てあのボディーを使ってでフェンダーとかボンネットとかこういったところをあの計量できるというねなるべくこの市販に近い車のこの レレギュレーションなんですね。まあ、それれに沿って作られました。もちろんエンジンもパジェロに搭載されてる、えー、3.5リッターのね確かその年からあの大きくあのダカルラリーレギュレーションが変わったと思うんですけどもあとはそのライバルなんかだとあのバギーですとか走らせててで2003年からあのこちらもあのレーシングランサーあ要するにそのラリー専用のお車だと思うんですけどもこの年あの市販車ベースの車で今年も行くぞってなった理由とかはあるんですか うん、あのまあ我々ねあの、まあ、パジェロはね、えー、世界ね当時130か国ぐらいかなあの発売したんですよねやっぱりそのね世界の人にパジェロの性能良さを知ってもらうということでね、まあ、なるべく市販に近い車で出てあのすごく速い車にね仕上がりましたねめちゃくちゃ安定感良かったし本当ね運転しててねもう最高に楽しくなる車でした。 やっぱりこう開発なんかには増岡さんのご意見とかがフィードバックとかされたりはされたんですかやはりねパリタカって、まあ、最高速ね道がないとこ200キロで走りますもちろんジャンプもするんでやっぱりこだわったのはね路面が悪いところでもいかに速度を緩めないで走れるかということはこのサスペンションなんですしっかりね四輪が地についてで車を安定させる。 まあそのこの車の開発をしましたね。この年のダカールラリーレースそのものについてお伺いしたいんですけれども、2002年はどういった最初はあの戦い方であの望もうというふうに思ってましたか。あのまあ2001年にね、あのダイバルチームの妨害でね、あのまあすごい悔しい2位ということでね、でもうやっぱりその時にやっぱり自信を深めて、とにかくこの年は 勝つっていうもうそれしかねもうなかったんであのやっぱり強いモチベーション持ってもう1年間ね体トレーニングしてでその時からね眼鏡かけたの。で視力ね2.5に上げてでとにかくそのやっぱりパリタカってね結構パンクすんのね。ちょっっと小さな岩でで。も尖ってるんで だそれも全部こうね避けられるようになってこの年って1回しかパンクしなかった。ということはロスタイムがすごい少なくなるんでやっぱりもういろんな意味でねその勝ちにこだわって、まあ、車作り体力作りメンタル、まあ、全てがねうまくかみ合って、まあ、あの念願のね、えー、優勝することができてもうほんとこの車はねもう自分のね兄弟みたいな。<laughs> おめでとうございます。蓋、はい、開けてみたら後半からかなりこうあれですね、あのー、もう余裕かなっていうふうに見てたんですけども逆にあのヒヤッととししたた瞬間とかかありましたかや,やっぱりねラリーって本当ゴールのラインを通過するまでは分かんなくて逆にねこの年ってねワンツースリーみんなパジルロなんですよねライ,バルあのライバルがね、まあ、チーム内にいるというね、まあ、そういうあのとこだったんですけどやはりあの一つでもね ミスすれば本当に私たちなんかからしたら本当に想像がつかない感じなんですけどもあの世界的なあのモータースポーツイベントで,でしかも1987年から参戦されたと思うんですけどもで初めての優勝だったのでその時の,そのゴールした時の気持ちっていうんですかねもう真っ白ですか ま苦、あ、節10年じゃないですけどね、まあ、パリ高はずっと市販車での参戦から含めてね本当に10年かかったんでやっぱりあの長年のこう夢がかな、まあ、った瞬間ですよね、まあ本当に嬉しかったし前の年のその悔しさっていうのがねすごい込み上げてきてあのんだろうもうこれ以上ないやっぱりやっぱり嬉しさだったですね。 今年あれです、ね、三菱あのワークスでのモータースポーツ活動これからで,あるですねあの、えー、と復帰という形になると思うんですけれどもワークスでラリーに参戦する意義とあとはあの心が心がえじゃないですねえっ、ー、となんて言ったっけえっ、ー、と気合いじゃなくて心意気じゃなくてそうおまああのね、まあ、我々、まあ、三菱チームとしてね、はい、やっぱりこう参加するにあたってはやはりあの 活動が市販車にね結びつかなきゃやっぱり意味ないんですよね。まあそういった意味ではね、まあ月並みかもしれませんけど、やはりそのいろんな先行技術を市販車にフィードバックして、まあ,あのお客様にまあ安心安全なね、まあ車を届けるというのがまあ我々のこのラリー活動のまあ使命でもあるわけです。まあそういった意味ではね、やはりあの脈々と活動がお客様に乗る車に受け継がれる。 まあそれがまず一つでやっぱりやるからにはやっぱり勝ちたいよね。<laughs> まあそのためにはやはりあのいろんな、ね、エンジニアが集まってやっぱり最高のものを作り上げる速くて壊れない車を作ると、まあ、それがねあの、まあ、我々の使命ででそして結果がやっぱりできれば優勝ということでねあのも,もちろん目指して、はい行きたいなと思ってます。 アジアクロスカントリーラリーにぜひ頑張ってくださいありがとうございますはいどうもありがとうございます頑張ります